変わっては長崎市の話題をお伝えいたします。知っとく長崎のコーナーです。今年の夏は本当に暑いんじゃないかなと心配されている方もいらっしゃると思うんですね。そしてこれを心配されている方もいらっしゃると思います。そういう方のために熱中症についてお送りします。日差しが強く気温が上昇する夏場、皆さんどのような熱中症対策をされているんでしょうか。熱中症対策なんかされてます？いや、特にしてないですね。なかなかどうしていいのかがですね、分からない面も。お行儀よくこれを着ているけど、物痛いです今日は。今日は水飲み飲み。溺れたら怖いですから。そうですよね。リックに通ってます。そもそも熱中症とはどんなメカニズムで起こるのでしょうか。長崎市福祉保健部医師田口久夫さんにお話を伺いました。高温の環境下のもとでですね、例えば水分だとかナトリウム、これ電解質なんですけど、これが失われることによってですね、生体内のその内部環境、これが破綻されることによって起こる、症状の総称みたいなものですね。眩しいんでサングラスを、あと帽子ですね。水分をよく取ること、あとは日傘ですね。いや、特にはしてないですね。はい、この子はもう家にずっといるので、お水とかお茶類飲ませるんですけど、お兄ちゃん中学生で塩塩分を一つまみお茶とかに入れて飲ませたりとか、冷えピタを脇の下に貼ってたりとか、外に出るときはもう必ず帽子をかぶるとか、そういったことはしてます。すでに熱中症対策をされている方、されていない方、様々でした。まずですね、熱中症というものはどういった時に起きる症状なんでしょうか。はい、熱中症は、環境の条件と個人の条件が組み合わされることにより起こりやすくなります。例えば環境の条件としては、気温が高いとか湿度が高い、あと日差しが強い、あと風が弱い、あとは、急に暑くなったというようなことがあります。個人の条件としては、暑さに慣れていないとか、あと風邪とか寝不足、あと二日酔いなど体調が悪い、あと肥満の方とか、あとは高血圧症とか心臓病など病気がある方、あとは高齢者の方、あとは小さなお子さんということになります。症状はですね、やはり一番最初はやっぱり高血圧だと思うんですけど、それがだんだんひどくなりますと、めまいだとかですね、失神っていって、数秒間ぐらいちょっと意識がなくなったり、筋肉の痛みですね、特にこむら返りっていってふくらはぎが痛んだりしますよね。ああいう、痛みだとか、それがまだ先に進みますと吐き気、うず循環、頭痛、それから痙攣なんかが来て、最後には意識消失が来ます。次のような症状があれば熱中症と考えられます。めまい、立ちくらみ、筋肉のこむら返り、汗が止まらない、このような時は水分、塩分を補給しましょう。頭がガンガンする、吐き気がする、吐く、体がだるい、このような時も水分、塩分を取り、足を高くして休みましょう。意識がない、体が痙攣する、呼びかけに対し返事がおかしい、まっすぐに歩けない、走れない、高い体温である、このような時は首、脇の下、足の付け根などを水や氷で冷やし、すぐに救急隊を要請しましょう。熱中症は室内、屋外、どういった状況で起きる場合が多いですか？両方ともあるんですよ。で、その高齢者の場合にはやはり、あまり外に出ることが少ないもんですから、屋内でも起こってます。熱中症は屋内や夜間でも多く発生しています。起こりやすい人っていうのはどういう？起こりやすい人はですね、やはり、高齢者だったり、あるいはその体温の調整機能がまだ
うまくいってない乳児だとか幼児だとか、あるいは超えてる人だとか、あるいはその病気をなんか持ってる人、うん、生活習慣病なんか持ってる人ですね、そういう人はやっぱり送りやすいと思います。熱中症患者のおよそ半数は65歳以上の高齢者です。高齢者は暑さや水分不足に対する感覚機能や暑さに対する体の調整機能が低下しています。喉の渇きを感じていなくてもこまめに水分を補給したり、暑さを感じていなくても扇風機やエアコンを使って温度調整をするよう心がけましょう。高齢者であれば特に、水分をこまめに取る、それもしかも塩分の入ったやつがいいですね。水ばっかり取ってますと水分中毒になってまたはよくありませんので、例えば水1リットルにですね、塩をだいたい 1-2g 入れてやったら、それぐらいいいかと思います。あとはスポーツドリンクの中にも少し入っておりますから。小さな子どもについては体温調整機能が十分発達しておらず、また晴れた日は地面に近いほど気温が高くなるため、大人よりも暑い環境にいることになります。体温を測ったり服装選びなど注意が必要です。暑さに慣れていない方はどのようなことに注意するか、暑い時にちょっとでもいいですから少し運動されてですね、ウォーキングで十分ですから、その暑さに対して順応すると、いきなり暑いところにポンと出たら熱中症になりやすいですから、では具体的に熱中症の予防法を教えていただけますか。はい、熱中症を防ぐためにはこまめな水分補給と、それと暑さを避けるっていうことが大切になってきます。はい、具体的には、外出の際ですね、水筒を持参して、あと日傘や帽子などで日よけをする、あと日陰を選んで歩いたり、途中涼しい場所で休憩すること、あとまた朝のうちに打ち水をしたり、ブラインドやすだれを垂らして直射日光を防いだり、あと風通しを良くすること、あと室内の温度は28度を超えないようにエアコンや扇風機を使用するなど心がけが大切になります。水分を取りすぎると汗をかきすぎたりとかして、かえって体がバテてしまうから良くないっていうような考え方は間違いです。体温を下げるためにはしっかりと汗をかくっていうことも大切になります。また暑さに備えた体作りっていうのも大切になります。日頃から睡眠とか食事をしっかりととって、ウォーキングなどで汗をかく習慣も身につけていれば、夏の暑さにも対応しやすくなって、熱中症を予防できやすい体になるかなと思います。また熱中症に関して暑さ指数をこう目で見て確認できるサイトがあるんですよね。はいはい、長崎市では皆様が健康への配慮ができるようにということで、長崎市のホームページ、また桜町健康通信において、環境省の熱中症予防情報サイトにおける長崎の暑さ指数情報を提供しています。暑さ指数というのは気温と湿度と輻射熱のこの3つの条件から割り出されたもので、あとそれが1時間おきにですね、ずっと更新されて載っていますので、それで皆さんぜひ参考にしていただいて、熱中症を予防していただければなと思っています。やはり正しい知識を持って熱中症を予防することが大事ですよね。はい、熱中症は屋外だけでなく室内でも多く発生しています。室内の温度には十分注意をされて、朝起きた時、夜寝る前、入浴の前後など定期的に水分を取られるように心がけていただきたいと思います。そして湿度が高い時、あと気温が高い日には決して無理な節電はしないで、上手に扇風機やエアコンを使うなど熱中症に予防していただきながら、皆さんで熱中症を予防していただきたいなと思ってます。詳しいお問い合わせは長崎市健康づくり課 095-829-1154 までお問い合わせください。
まあ、ということでね、水分だけではなくて、まあ、ナトリウム、電解質も失われるというのが一つの特徴ですから、はい、ちょっとそうね、さっきもありましたようにお水だけじゃなくて、ちょっとこう食品、ね、はい、を入れるとか、あとはスポーツドリンクっていうことでしょうけどもね、はい、あとその僕この間ね、あるお医者さんが言って、ああなるほどなと思ったのが、はい、その冷たいお水を、まあ、飲むということによってね、食道から胃にこう冷たい水入るでしょ、たら心臓がすぐ近くにあるじゃないですか、はい、心臓を中から冷やすと、そうすると冷えた血液が心臓から体中に送り込まれて体温が下がるんだと。だからその冷たい飲み物を飲むことも効果的なんだよって話を聞いて、はい、あ、なるほど、合理的だなと思いましたね。いろんな節電、熱中症対策があると思うんですけれども、それぞれ気をつけてですね、あとも大事なことはさっきもおっしゃったように、はい、まず熱中症にかかるのはやっぱり体が弱っている方、まあ、お年寄りであったりとか、あるいはその、まあ、幼児であったりとかですからね、はい、自分だけが気をつけるっていうことももちろんだけじゃなくて、その周りの、ね、人たちに気を使うっていうことも、まあ、してあげれば、より、まあ、みんながね、安全にこの夏を、過ごせるのではないでしょうか。皆さんもぜひ、この夏をですね、快適に、乗り切っていただければと思います。知っとく長崎のコーナーでした。